はい、皆さんこんにちは、左手のピアニストの千谷武雄です。今日はよろしくお願いいたします。大体1時間ぐらいの内容でお話をしようかなと思っております。こちらの方にスライドも用意しております。そしてあと皆様のお手元には、レジュメ的なものがいっていると思います。まずはですね、歴史の方から入らせていただきます。なかなかクラシックというか音楽史に詳しい方でも左手のピアノ音楽史となるとなかなか知られていないのではないかなと思ったので、取り上げさせていただきます。まず最初なんですけれども、こちらですね、何のために生まれたのかというものなんですけど、これは非常にシンプルです。指の訓練のために生まれました。やはりこの鍵盤楽器、両手で演奏をしてもどちらかというとやっぱ左手の方が弱い人が多かったんでしょうね。それで指の、左手の訓練用の楽曲っていうのがありました。ただですね、楽譜に残しているものは何なのかっていうと、C.P. バッハのものが一番古いと言われています。ただこれは作曲年がはっきりしていなくて、250年よりもうちょっと前っていうふうに言われております。そういった本当に1枚ぐらいの簡単な本当指のトレーニング用の、ハノンとは言いませんけれども、それに近いような内容のものになっております。はい、これが、最初生まれたきっかけとなっております。そして転機が訪れるのは次ですね、この今から約150年前ですね、このブラームスです。このブラームスがですね、おそらく皆さんもご存知だと思うんですけれども、バイオリン のシャコンヌ、あれを編曲しまして、それを左手一本用に、書いております。で、ただ編曲といってもほとんどいじってないんですね。原曲にほとんど忠実に書かれているものでもあります。なんでそんなことをしたのかということなんですが、もともとブラームスがこのバッハのシャコンヌというのを敬愛しておりまして、音楽史の方の教科書にはこの彼の、師匠の奥さんですね、クララ・シューマンが右手が腱鞘炎になって、その彼女を慰めるために作ったというふうに言われてるんですね。ただちょっとね、少しだけ脱線しますと、このブラームスの師匠である、ロベルト・シューマンなんですけども、この方、最近の、研究でですね、研究でというか論文が発表されたんですけども、僕の主治医なんですけども、ハノーファーの音楽大学にいる、アルテン・ミュラー先生とかがいらっしゃるので、その方がね、発表したんですけれども、ロベルト・シューマンも局所性ディストニアだったと言われているんですね。なので実はそのピアニストとして最後に書いた曲はトッカータなんですよ。よく見ると分かるんですけれども、歴史の教科書にも彼は中指を痛めたって書いてあるんですけども、中指が巻き込んだらしいんですよ。で、中指巻き込んだ中指をこう外側に出すためのトレーニングの機械を作ったんですよ。ただそれを見た評論家が面白おかしく、リストとかに対抗してこんなトレーニングをして手を壊したんだっていうふうに言われてしまったんですが、でもそういうんではなくて、ただ純粋に特殊性ディストニアになって指を巻き込んでしまっても出なくなってしまって、それを出すために、トレーニングをして、でそれがきっかけでというか、悪化してしまって、急速に悪化して、その後作曲者として、評論家でもありますけど、皆さんのよく知っているロベルト・シューマンになっていくわけなんです。そういう姿をブラームスは見ていたわけなんですね。だから関連がないのかって言われたら、間違いない関連があるだろうと思われます。シャコンヌちょっと後で少しだけ触りのところ聞こうかなと思って。ただちょっと面白いのはですね、いわゆるこの左手でなければできない、両手ではできなかったけども左手でやっとぴったり来た、要するに左手ならではの芸術性というものがこのブラームスによって見つけ出されました。そんなこともあって、左手一本の表現に驚いた同世代の作曲家というのが結構多くの、楽曲を残したらしいんです。代表的なところではライネッケですね、フルートなんかも有名ですし、あとは室内楽もすごいたくさん書いてますし、あとは教育者としても、非常に有名でなりました。学長さんなんかもやられてたみたいなんですけれども、それであったりとか、ルイス・アドルファ・ルフォーという方がいらっしゃったんですけれども、この方クララ・シューマンの弟子でもあったんですけども、素晴らしい楽曲を残してます。最近は彼女の全集の CD なんかも出てるんですけども、その中にも左手の楽曲が収められております。はい、ここら辺が比較的手に入りやすい楽譜かなと思います。はい、でですね、この150年、そしてその次なんですけれども、130年前、
ここで極端に高度な技術っていうものが開発されてたんですね。何かというと、この写真の人なんですけれども、ゴドフスキーですね。この時代を代表するというか、とんでもない技術を持っていた人だったんですが、ただちょっと音数が多すぎるんですね。両手の楽器を聴くと分かると思うんですけど、ただ彼はその左手ですね、ショパンの練習曲っていうものを、オーパス10全部編曲してるんですけども、それをね、ウィーンで弾いて大成功したんですね。でその他にも左手の楽曲、彼はもう結構ね、たくさん書いてるんですね。で、彼が持っていたその技術っていうものを、要するに左手一本で、こんなに弾けるぞみたいな、そういった技術っていうものを、すごく拡張していった人なんです。なので、実はその後の時代にもものすごい影響を与えていたりします。この時代、ウィーンで大成功した。それで書いてありますね。はい。という、ピアニストがいました。ちょっと下にね、書いてありますけど、小尉兵、ビトゲンシュタインのことなんですけど、この今まで左手一本じゃ無理だろうって言われていたような技術の限界を超えていくことで、なんといろんなことできるんじゃないかと。そんなことをね、後の世代に、残してくれた人でもあります。そして、ね、次ですね。ここら辺からがちょっとだけ知られているところですね。今から100年前、大体今のと似てるんですけどもね、時代的には。第一次世界大戦ですね。職業軍人だけではなくって、一般市民もやはり戦地に行くことがあり、そして、ピアニストも当然、行くわけなんですけども、そこで、右腕をね、失ってしまった人も結構いたんですね。いろいろなことはあると思うんです。あとは聞き手が多いので、何かの瞬間に触っちゃったとか、避けたとか、そんなんで右腕やられてしまった。ただね、全員が全員右手をやられたピアニストが、じゃあ左手になったのか、そういうわけではなかったんですね。その中の数名が、左手の楽曲っていうものを残していきます。はい、これ100年前で、この方がウィトゲンシュタインという方ですね。弟さんも本当に偉大なる、哲学者、カール・ウィトゲンシュタインですね。でこの一家がウィーンの世紀末の芸術を支えていて、書いてありますけどね、クリムトのパトロンであったりと、お姉さんの自画像クリムトを描いてるんですよ。それ自体すごいなと思うんですけれども、セセーション感なんかも分離感なんかもこの一家が作ってますね。それぐらいすごい影響力があった一家です。でこの方が右腕を失ったわけなんです。それでね、捕らえられたわけなんですけども、ただその瞬間から彼がすごいなと思ったのは、あんま絶望してないんですよね。その影響っていうのは、先ほどゴドフスキーって人がいたと思うんですけども、彼がウィーンで左手の演奏で大成功していて、しかもその革命を吹いたのかな、それがものすごい影響、ものすごい影響を与えたらしくて、そんなこともあって、ウィトゲンシュタインがその演奏会に行ったかどうかっていうのは分かってないんですよ。ただ同じウィーンにいたので、間違いなくそのことは耳に入っていたはずなんです。なので、捕虜収容所で、目を覚めて右腕がなかったと。で、その瞬間から、ゴドフスキーはどうやって左で弾いてたんだろうかと、ずっと考えて、木箱なんかで練習してたらしいんですけど、それがすごく、その収容所ではすごく名物になったらしいんです。そんなことがね、歴史の中で起こっております。このウィトゲンシュタイン、この方が非常に大きな、キーパーソンになっております。ここで次のスライドに行きましょうかね。ウィトゲンシュタインが移植した、作曲家ですね。ラベルであったり、プロコーフィエフであったり、リヒャルト・シュトラウス、ちょっとここにないですけど、コルンゴールドだとか、こぞって、楽曲を残しました。多くがピアノ協奏曲だったんですね。もちろんそれ以外にもソロの楽曲なんかも、移植というか、書いてくれたみたいですね。ここに書いてありますけれども、芸術作品としての、分野としての、質、量ともに、ここで独立したと言えるんですね。もちろん時代を代表するような、もしくは多くの作曲家の方が、このウィトゲンシュタインのために、左手の音楽、片手の演奏を拡張していってくれたという歴史があります。なので、左手の、全ての分野そうですけども、特に左手のピアノ音楽は近代、現代の移植の歴史といっても、おかしくはないんですね。そして、次ですね。
まあ、現代の左手のピアニストと、まあ、出ています。一番上がレオン・フライシャーさんですね、まあ、この方日本でも、ね、シンフィルド指揮者としても活躍された方ですね。ただこの方はアメリカ非常にこの期待されたピアニストだったんです。この上の2人です、ね、レオン・フライシャーとゲイリー・グラフマンは本当に期待されていたんですけども、2人とも局所性ディストニアになってしまったということなんですね。実はこのことがきっかけで局所性ディストニアというものを研究する、まあ、空気というか流れというのができたんですね、まあ、それがまあ、そのなんだろうな、ヨーロッパの方の中心というのが僕が留学していましたハノーファー音楽大学、ハノーファー音楽大学の中には医療機関がありまして、まあ、その音楽家の病だけを研究するという機関があるんです。まあ、そこでもフライシャーさんとグラフマンさんの、ことをやってました。最後フライシャーさんが復帰するんですけど、その時もそのチームが支えて、まあ、ゲイリー・グラフマンはね、ちょっと書いてますね、ランランとかユジャワンとか教育者としてもものすごい成功している方ですね。で、縦野泉さんですね、まあ、この方は皆さんご存知だと思うんですけれども、2004年からかな、左手の、ピアニストとして、まあ、活動をしています。ちょうど僕の恩師がノルウェー人でして、まあ、ネックルベルクっていうんですけども、ちょっと縦野泉さんにも一番倒れられた時にも最初にお会いして左手の音楽を勧めたっていう、まあ、実は僕の恩師も右手を何だろう、ウイルス性の腱鞘炎って言ってたんですけど、5年ぐらい弾けない期間があって、その期間ずっと左手で弾いていて助けられたんだということで、まあ、立野さんにも、まあ、勧めに行ったということを言っていました。ちょっとその、まあ、僕と大体同じぐらいです。僕は前年の2003年からスタートしていたので、まあ、大体まあ、ちょっと奇跡的ですけどね、日本でほぼ同時代に活動を始めてるっていうのはちょっと不思議なんですけども、まあ、そんな、ね、立野泉さんです。まあ、ご存知の通りたくさんの移植楽曲が、まあ、ここで、まあ、左手のアーカイブプロジェクト、これはまあ僕が今やっているプロジェクトなんですけど、まあ、これをね、まあ、苦難の歴史を乗り越えて開かれた未来というのを、まあまあ、スローガンに僕は活動しているんですけども、まあ、芸術振興事業ということで、まあ、先ほど出てきたような楽曲をまあ世に紹介していきたいということをまあしております。そしてあと今までになかった教育福祉事業を行うということも書かれております。これはね、何かというと、ちょっとここは重要だったのでこのスライドを載せたんですけども、先ほどね、ウィトゲンシュタインにしろ、レオン・フライシャーにしろ、まあ、ゲイリー・グラフマンにしろ、タテユミさんにしろ、共通点が1点だけあって、自分が舞台に再起するために書いてもらってるんですよ。それどういうことかっていうと、プロのピアニスト、もしくは上級のピアニスト、上級のテクニックって言ったらいいのかな、そういったものを持ったピアニストのための楽曲しかなかったということがあるんですね。もちろん左手で演奏しているのは芸術なんだってことを押し切る、まあ、すごい気持ちも分かる、それもすごく大切なんですけども、片一方でじゃあなんで始めたのかっていう、まあ、その障害があったからって、そこがズボッと抜けてしまって、だから実はその入門者、初級者、中級者っていう修了過程がないんですよ。それがゆえにこの左手のピアノ音楽っていうのは毎回数十年に一度左手のピアニストが出てくるんですけど、その人と一緒に消えていくんですよ、埋もれていくんですね。だから実はその他に今出した人、すごい有名な人の他にも何人かいるんですよ。その方が出てきてもやっぱ消えていく、そういう歴史をずっと繰り返してきたので、なんでかなと思ったんですが、そこの一つには教育、まあ、修習過程、ここがないっていう。だからじゃあピアノ音楽からすると、何かしらの怪我だったり病で弾いてくれる人を逆まっているみたいな状況だったんですね。でもそうではなくって、まあ、障害者の人たちがまあ自由に弾けるようなもの、もしくは両手でやっている人たちも、そういうちょっと習熟過程というか中級上級のものを、まあ、初級はしなくてもいいかもしれないです、まあ、中級ぐらいのものを弾いてからラヴェルのコンチェルトに入るとか、まあ、そういった道がまあ開けるんじゃないかということで、まあ、この2つ、芸術振興事業と教育福祉事業とも行っております。リアイトのアーカイブコンサート、まあ、これチラシ上の方にあるんですけれども、まあ、立野さんとも1回やってますね。でジャン・デュベさんってすご腕のピアニストなんです。この方は両手のピアニストですね。ただリアイトの楽曲が好きで、いつも CD を2枚かな出している人なんですけど、リストボクサーで優勝するぐらいすご腕の人ですね。このシニアリトの2枚は芸文でやってますね。一番左はゼッキーニさんという方で、この方も、左手、両手で弾いてるんですけども、左手の楽曲が好きで弾いてる。ところが近藤さんの、ね、楽曲も収録してますね。まあ、それぐらい今だんだんとそういった両手のピアニストの方々も取り上げ始めて、まあ、そういった分野でもあります。
ります。楽譜作成なんかも実はやっております。やっぱりこの、自分たちで作ってしまうということで、自費出版的な感じなんですけども、移植したものを、自分たちで出すってことをしております。なるべく、多くの方に、左手の音楽を出力する人に届けられるようにということでやっております。ダウンロード販売なんかもしてますね。で、イベント開催、これはいわゆるワンハンドピアノフェスタっていう、左にちょっとチラシが出ているんですけど、障害の有無に関係なく片手で演奏するルートのもとに、ピアノ愛好家を集めて、で、一番下が、左手のピアノ国際コンクールですね。これもウィトゲンシュタインの、これ次のページにあるかな。これですね。はい。これが、左手のピアノ国際コンクールというものです。で、ウィトゲンシュタイン記念とつけているのは、先ほど、お伝えした通りなんですけどもね、方です。でも第1回がプロのピアノ部門、アマチュアのピアノ部門を開催しました。そして第2回っていうのが、これが作曲部門を設けました。でこれが北爪道夫先生に審査委員長になってもらいまして、川上治さんとか、で近藤浩平さんにもお手伝いいただきまして、開催することができました。本当にたくさんの素晴らしい楽曲を寄せていただきまして、今、応募作品全部収録しようということで、今そのプロジェクトが進んでいます。今、入選作品だけは全部もうインターネット上に上がっています。第3回は24年度ですね、来年度行う予定であります。はい、ここら辺までが、一通り、歴史的なことでした。あまり知られていないというかことでしたので、説明させていただきました。ちょうど今30分が経過したので、ここから主にこの、技術的なことといったらいいんですかね、そういったものを今から、説明をしていきたいなと思っております。よいしょ。両手との違いというものですね、そういったものを、説明をしていきたいなと思っております。もちろん両手の楽曲というのはすでに、たくさん書かれているのではないかと思うんですけれども、左手特有というか、左手だからこそ目立つというか、そういった制約のことを説明をしていこうと思います。まずなんですけれどもですね、音域のことについて説明をさせていただきます。お手元のね、こちらの方に、ちょっと音域、低音と高音ということをね、書いてあります。この部分を少し説明をします。よいしょ。ですね、まず低音についてなんですけども、本当にシンプルなことなんですが、ピアノの音というとどうしてもこのキーボード的な、電子キーボードもそうですけど、それをイメージしてしまうんですが、当然後ろに弦が張ってあるんですね。なので弦の機能というものをちょっと考えておかなければいけなくてですね、何かと言いますと、低弦、この楽器はそこまで大きい楽器ではないんですが、フルコンになると非常に大きいと思うんですが、低弦というのは非常に太くて長い弦が使われているということですね。これまずね、非常に大切なことなんです。ちょっと後で少し説明します。で、高音の方は何なのかっていうと、細くて短い弦が張ってあるということなんです。これ意外と忘れやすいところで、ピアニストが特にそうなんですけども、ここばっか見ちゃうんでね、どうしても。ここばっか見ちゃうので、ここだけで完結、全部が一緒のような感じでタッチしたりと、全部同じように弾いちゃうんですけども、全然違う弾き方が必要なんですね。学生なんかに合わせるときには、ちょっと輪ゴム張って実験するんですけど、細くて短い輪ゴムと、太くて長い輪ゴムをやって、だからこれちょっと弾いてみてって言うと、みんなアクションが違うんですよ。太くて長いのはやっぱこう大きいんですよね。小さくて細いのはもっと小さいんです。これやっぱピアノでも同じことが言えるんですよ。なのでね、そういったちょっと特徴があります、ピアノにとってはね。はい。怖いですね。で、それでですね、左手との、ね、関係っていうものを今から説明していこうかなと思うんですけれども、ですね、左手のピアノ音楽、左手で演奏するっていうことはですね、当然ですけれども、左側ですね、この低音部からスタートしていくので、低音部の方に重心が乗せやすいんです。ちょっとね、これは、ですね、まずちょっと簡単な座り方からお伝えします。意外とこれ違うんですよ。何かというと、見ていただいて分かると思うんですけれども、まず真ん中でちょっと右側に行くんですよね。ちょっと左側にこれをつけるんですけど、これ大体これぐらいが平均です。それプラス実はこれがもうちょっとこっち側によいしょ、こういう感じにねじるんですね。これをね、ちょっと今からどうしてそうするか説明しますね。両手の時っていうのは、ピアノ演奏する時っていうのは常に低い方に
い方のこの移動しようと思うと、手っていうのは横にこう動いてくるんですかに対して、実は左手で演奏するときっていうのは、まあ、確かに左側ではあるんですけれども、前に行くちょっと手がどういうことかと言いますと、まあ、こう座りますね。でちょっとこっち側向いてるんですよ。要するにこっち側向いてるんですね。なので低音域っていうのは前にこう手を出していくんですよ。で、高音域はどうするのっていうと、後ろの方にこうですね。っていうね、まずね、違いが一つあるんですね。で、まあ、もともとピアノっていうのは低音域ってすごく安定してる、まあ、もちろんオーケストラでもそうですけども、まあ、低音域は安定してるんですけれども、それプラス、あの左手のピアノっていうのは、重心を乗せやすい。ので、よりこの、まあ、安定した音楽といったらいいかな、というのが構築されやすいですね。まあ、そうですね。低弦ですね。低弦の方の鳴らし方っていうのが非常に、まあ、得意だ。ということは、先ほどの太くて長い弦が揺れるってことなんですよ。で、太くて長い弦っていうのは何かっていうと、当然ですけど、このピアノ個体を鳴らすっていうのは、低域の扱いで全て変わるんですよ。高音域で頑張っても、鳴らないんですよ。低域なんですよ、やっぱりね。低域からこう、まあ、中音域もここら辺までの使い方によって、厚みというのが変わってきて、よく日本人でピアノ演奏のことですけどね、ピアノ演奏でこう平たいって言うんですよ。それなんでっていうと、こっち側が上手いんですよ、左側が。で、これ面白いのは、まあ、僕の先生もそうだったんですけど、留学先のドイツもそうだったんですけど、結構ね、ドイツ人とかヨーロッパ人って、まあ、両利きに近いから左が使えるんですよ。もちろんマジとか書けないんですけど、演奏では左利き、いや両利きに近いぐらい左が使えて、まあ、その関係で低域が良くなるんですよ。あと鳴らし方をよく知ってるんですけども、その関係でこのピアノ全体個体が鳴るっていうことで、個体っていうのはマックスですね、全部がこう鳴るっていう、ね、そういう仕組みです。で、左手のピアノ音楽って先ほど言ったみたいに低域が得意、鳴らすのが得意なので、リストはこうね、でもこのピアノっていうのが、まあ、鳴らしやすいっていう、メリットがあったりします。まあ、そしてその逆に高音の方はどうなのかっていうと、まあ、先ほど言ったようにこの短くて細い弦なので、そんな重心かけなくてもいいんですよ。そんな頑張らなくても、まあ、そんな表現力ってたっぷりない、表現力って差はないんですよ。誰が弾いてもちょっと語弊がありますけど、そんなに変わらないんですよ、こっちの方とかね。まあ、もちろん指の強さちょっと関係しますけど、低音ほどの差は出ないんですね、というところがあります。まあ、あとね、この、まあ、先ほど、まあ、ただ左手で弾いていても左側に行くときにこの手を左の方にこう持っていく、こういう持っていくって人も、まあ、いらっしゃいます。ただこの弱点っていうのはやっぱりこう体をこうひねるんですよ、ね、特にここにいたときにこうやって、そうすると腰がやられるんですよ。だからピアノ弾くときっていうのは基本的にはこう腰をこのひねらない、上半身こうやってひねると痛めるので、こうひねらないで、こうできればこうこれを動かしたいんですね。まあ、なので僕の場合は今みたいな感じで、ね、こういうふうに斜めにやってます。で、これを結構進めてますし、自然とそういうふうになっていくと思います。で、ですけども、高音の方なんですけども、まあ、当然この後ろの方に行くのでちょっと安定感が悪くなったりもしますね。だからといって苦手なのかというと、まあ、そういうわけではないんですけれども、ただ高音がたくさん出てくるとやはりちょっとしんどいかなと。まあ、ずっと後ろにいるような状態が、まあ、軽い腹筋をずっとしているような感じになるんですけど、まあ、そんな感じになっております。ただもちろんそれは、楽曲によっては登場することもあると思います。はい、でその関係でちょっと、音量のことについてね、説明させていただきます。で、実はですね、片手のピアノ、特に左手なんですけども、音量はちゃんとうまくピアノを使えれば両手よりも出るんですね。これがどうしてもね、10本の方が強いじゃないかっていうことを思われがちなんですけど、響かせるっていうのは強さだけじゃないんですね。で、それは先ほど言ったみたいに低域がこう鳴らせますよっていうのと、あとは一つ、後でも、ね、説明しますけども、ペダルですね、この右側のこのペダルですね、これを長く踏んでられるっていうメリットがあるんですね。まあ、この理由は何かっていうと、やはりこの音の数が多くなると混ざりやすいんですよ、濁りやすいんですよね。まあ、もちろん濁らせても大丈夫ってことももちろんあると思うんですけども、そうするとペダルを速く離さないといけなくなるんですよ。なのでそれまでの、ね、楽曲っていうのは実は現代のこの
ピアノで弾くとちょっとあのペダルがきついかなっていう、この楽器の能力をフルに活かせないっていうのが本当は正しいところだ、まあ、ショパンにしろベートーベンにしろあのこの楽器で弾くとちょっとねっていうのがあったりします。ただもちろん近代以降の楽曲っていうのはこのピアノもぴったり合ってるものだと思います。特に1940年とかそこら辺までのやつっていうのは、まあ、もうちょっと後でもいいんですけど、70年代ぐらいまでのピアノっていうのは非常にあの質が高いものが多くて、あの良くなるものが多いんですけれども、もちろん現代でもなるものはたくさんありますけど、まあ、大体その近代って言われるような時代は本当にピアノの黄金期だったりします。はい、はい、まあ、それちょっとね、あの今一曲軽くの大音量ってなってみようかなと思うんですが、まあ、大音量で有名なのっていうとラヴェルですね。左手のピアノコンチェルトの冒頭なんですけど、あれ確かに、まあ、ずっと踏めるっていうのもあるんですけど、それをねちょっと今から演奏しようかなと思います。まあ本当数小節ですけどね、これぐらいまで音量が出ますっていうのをちょっとお伝えします。よいしょ、最初のねカデンツの部分ですね。はい、ちょっと1段、1、2、3、4段かな、4段ぐらい演奏します。短いですけど、これぐらいですね。こんな感じで、今のが大体最大音量まで上がります。まあ、もちろんね、あのホールで弾いたりとか、もっとでかいピアノで弾くと、もっと大音量になったりします。ちょうど先週の日曜日、あの豊橋交響楽団かさんと一緒にこのラヴェルのコンチェルトを弾いたんですけども、まあ、これもやっぱり出だしのこの音、その前にこうラヴェルのすごいオーケストラでものすごい盛り上がるんですけども、全然負けないぐらいの音量が、まあ、ここで作られたりします。まあ、そんなね、ホールでの、ことでした。ちょっと待ってくださいね。よいしょ。はい。あ、それで、そうですね、どこ行こうかな。ちょっと先に、ピアノのことをちょっと説明してしまいますね。あの、ピアニッシモ、まあ、いわゆるこの、まあ、音量で言ったのは、当然、一番上があれば一番下があるんですけども、で一番下は何っていうと、まあ、もちろんピアニッシモ、そして、もう想像通りだと思うんですけども、ピアニッシモは両手よりも音量下がります。あのもちろんこの同時に弾いてる数が少ないとかそういったことがあるんですけれども、例えばね、そうですね、ちょっとこれがふさわしいかどうかわからないんですが、ブラームスかな、もうありえないぐらい少なくなります音が。ちょっとじゃあ途中から演奏します。尺音です。最初このあのブラームスですね。これのね途中から、ちょっとだけ演奏します。ちょっとこれまあ古典のね楽曲なんでそこまで音量下げることはないんですけど、ではまずお聴きいただきます。あの両手だったら絶対やらないなっていうようなあの音の少なさっていうのは結構左手では、まあ、あったりします。まあ、この古典の段階でも、あります。
ですね、あとですね、まあ、この後にラヴェルのコンチェルトのカデンツ後ろの方弾こうと思うんですけれども、やはりこの先ほど言ったようにこの左手のピアノ音楽の、まあ、魅力の一つとしてはまあ、ペダルが長く、ね、使えるということは、まあ、ありますね。はい、こっちから行こうかな。ですね、先ほど聞いていただいても分かるんですけども、この左手のピアノ音楽、特にバイオンには普通なんですけども、ピアノではあまりやらないんですけど、このバイオンを乗せて使うんです。バイオンをうまく乗せることによって、響きをこう響きの像をどんどん増やしていくということをやったりします。なので楽譜に書かれてない音が響いてたりするんですよ。なのでそれがもしかしたら作曲家の皆さんにとっても気持ち悪いと思われるかもしれないんですけれども、結構そういう、まあ、イメージっていうと教会みたいにすごい響くところで演奏しているような感じといったらいいんですかね。そういうバイオンをうまく使ってございます。でただそれで完全に混ざっちゃうのかというと、混ざってることは混ざってるんですけれども、響きが混ざり合う時って、まあ、もうお書いた通りこの近い音域で鳴った時、近い音域で近い音量で鳴った時は、混ざるんですよ。で例えば近い音域でも強弱が違うとあんま混ざって聞こえないんですよね。でもうちょっと離れるともっと混ざらなくなるんですね。結局混ざってるか混ざってないかっていうのも発音した音をこう聞くか聞かないかなので、発音が強ければ強いほどそんなに混ざって聞こえにくくなるっていうことがあります。なのでペダルはかなり長く使っても、アクセントだったりフォルテだったり、まあ、そういったものをうまく使うとあんまり混ざって聞こえないっていうふうになります。そしたら、ね、あとね、もう一つちょっとこれはあれかな、あ、でもいいか、先ほどねちょっとこれをお見せした、まあこれなんかも、まあ、代表的な、ね、楽曲で、まあ、先ほど見ていただいたものですね。これがスピラービンの前奏曲なんですけど、まあ、これもね、まあまあ長めなんですね。残してるんですけども、なんか実際ここの音っていうのはもうここら辺まで響いちゃってるんですね。だから今あんまり響いて聞こえないと思うんですけども、それは少し強めにこの上の音ですね、こっちの上の音をまあ弾いてるからも聞こえにくいんですけどね、実際には少し濁っていたりします。濁っているというか混ざり合ってたりしますね。この動きですね、これ左手のピアノ音楽で、まあ、スクラービン、まあ、彼自身もね、左手でアメリカのツアーかな、かなんかの時に本当は両手で行くはずだったんですけど、右手が局所性ディストニアになってしまって、急遽、まあ、書いた曲らしいんですけれども、結構これ工夫が散りばめられていて、まあまあ、これよりもラヴェルの左手のコンチェルトの方が分かりやすいかもしれないんですけども、よいしょ、こういうふうに、まあ、一つとこういう流れの中に旋律がこう埋め込まれているっていうものですね。さっきのちょっともう一回戻しますね、よいしょ、これですね。これもね、こういう感じで無理なく弾けるように、まあ、設計されてるんですね。ちょっと今それで、その形としてラヴェルの左手のコンチェルトの、後ろの、ね、カデンツの方を演奏します。まあ、これからですね。
い、途中で読みましたけど、まあ、こんな感じで、まあ、こういう流れの中で、まあ、旋律を出すということは、まあ、本当あの初期の頃から、まあ、よくありました。でですね、あの次、あ、これですね、あのそういうこと先ほど出てきました北爪先生 の, あ の,、まあ、あのコンクールという審査員長をやっていただいたんですけども、まあ、その時にあの、まあ、楽曲も審査員の方に委嘱していまして、その時に書かれた楽曲というのが、この即興曲です。ちょっとこれもね、今音楽の保護者からあの左手のピアノ国際コンクールという形で、北爪道夫先生だと広道さんと、あとはあの川上治さんだと近藤浩平さんの、楽曲を収めた、あと1位の竹谷さんって方の、曲を収めた楽譜が出ているんですけど、左手のピアニストの知内武雄です。北爪道夫作曲アンプロンプテュを演奏します。これが北爪先生のお話です。あの楽譜は後で持ってますので、見たい方は後で言っていただけましたら、お見せすることができますので。はい、これですね。この時はね、流しましょうかね。あ、どっちにしようかな。時間的にあれかな、海辺の駅の方に行った方がいいかな。あ、ね、でも。あ、今の、あの、左の赤い、あの、先ほど芸術振興事業って言ったと思うんですけれども、あの、先ほどのような感じでホール、割と言わないですけれども、借りて、あの、ビデオアーティストとともに、まあ、ビデオアーティストというか、まあ、あの、映像芸術家なんですけれども、まあ、その人と一緒に、まあ、ああいう形で、この、まあ、出すってことを、無償で出すってことを、まあ、しております。はい、あとで
とりあえず今演奏で見ていただこうかな。そしたら左手のピアニストの知内武雄です。今回は近藤浩平作曲海辺の雪を演奏します。
は、質問タイムというか、権藤さんと一緒に進めていこうかなと思います。左手のピアノ曲を書いて、ずいぶんたくさん書いてて、権藤さんがね、書いてほんで、両手の曲よりもたくさん書いてるんで、なんか左手の方が書きやすくなっちゃったんですけど、それで、まず作曲してみて一番すごくこう感じるところっていうのをちょっとこの一番3枚目の紙に箇条書きにしてみたんですけど、ね、なんか両手の曲を書くのとどこが違うっていうけど、両手の曲を書くとどうしても右手で高音域、左手が低音になってくると、こう何だ か自然にこう右手が2オクターブか3オクターブぐらい右半分で動く旋律って、トーン記号から上ので動いてるんで、左手の方は、低音やってるという、なんかこういう固定化が発生するんだけど、左手でいくとそういう固定化から逆に自由になるんですよね。あ、なるほど、そうですね、確かに、で、右手でいくとこう楽曲の音域としてこう一番高いところがこう右から半分で高くなってる。そうだ、そうだ、今のほんでね、だから旋律線が、3オクターブぐらいの中でから4オクターブぐらいの間で動くのね、右半分。そうですね。ところがこの左手の曲になると一番端っこから一番右までの振幅のあるものすごく音域の広い旋律線が、なんか平均化しないんですよね。そうですね。あと、いいとこもあって悪いとこもあって、はい、やっぱ片手で演奏するとどちらかというと弦楽器に近いような動きをするんですよ。ピアノっておそらく他の楽器に比べてもうインテンポでいけちゃうんですよね。楽譜線でこうそのままインテンポでいけるんですよ。普通はそんなことはなくてブレスが入ってるとかするじゃないですか。僕たちも息継ぎっていうのは重心の移動なので移動に時間がかかるので、そういう息継ぎ、独特の息継ぎが確かに入るのも特徴ですね。独特の感じっていうのが書いてるとね、無伴奏チェロの曲を書いてる近い、なんかバッハの無伴奏チェロ、高音行くから開放弦にズドンと下がってくる、振幅の広さ、あれがね、古代とかの壮大な振幅の広さっていうのが、カルテットを4セーブカチッと書いたらどうしてもこう順番にセーブ、あんまり交差させないで書いちゃうみたいな、なんかこうそれがこう猛烈にこう高音から低音にドーンと下がるとか、ね、この辺がこう出てますよね。あとあれですよね、近藤さんの作品結構特徴的だなと思うのは、この曲もそうでしたし、北爪先生だもんね、そういうとこあると思うんですけど、そのアクセントの付け方ですよね、はい、非常に効果的に、はい、付けられてる気がするんですけど、何か意識されてるんですか。そうですね、そのピアノの鳴るときに、そのある種ですね、全体にこう響いてる背景として空気としてこうなってるものと、その中で粒になっているものとか、それからこう線として動いているものとかいうのをこうすごくこう一つ一つの音を極端な返り位置にあるの で、うん、そうですね、混ざって聞こえない。あ、そうです、ね、OK の曲でもこう、うん、同じ不協和音でもピアノでデュオでガーってやったらこう結構こう混ざるけど、OK だと多少不協和音でも、お互いに透過性が高いじゃないですか。あれみたいにこう左手のピアノ曲って透過性が高いというか、なんで各音域に違うタイプの楽奏がいた時にキャラクターの個性がすごく出る、そのキャラクターの個性を強調するのにピアノタッチの違いってすごく出る。そう、あとね、近藤さん最初にお会いするまですごいピアノ弾ける人なのかなと思ったんですよ本人に言うとそうでもないって言われてるんですけども、で何かっていうと、やっぱピアノ演奏ってもう1にも、ね、1にも2にもというか親指なんですよ。親指をどうするかっていうのが、両手の時は親指を殺せってこう表現されるんですけども、内政なんでそれをどうやって消すのかってことを常に言われるんですけど、左手の場合、真逆で旋律に親指が来るんですよ最強の親指が来るので出るんですよ。でその親指が出しやすいタイミングでアクセントを常に近藤さんの場合書かれて、北爪先生もねそうだったんですけど、非常にだから楽器がビーンってなると思うんですよね。音っていうのは親指で弾いてるんですね。
逆に小指だとああいう音はやっぱ出ないんですよね。そう、なんかあのちょうどこのいわゆるロマン派のピアノ曲の中ですごく重要なやつで、親指の旋律って、あ、はい、そうですね、右手がね、まあ、あのタールベルクが、あ、サンドのやつ、やっと、まあ、右手があってなおかつ左手でそれをやると、あの 3本手があるみたいに聞こえるっていうのはタールベルクだけど、あれ の右手やめとこうって言ったらちょうど2本になってちょうどいいっていう、あれですよね。そうですね、まさにね、うん、そう、この辺りな、そうですね、うん、まあ、音好きなんかもね、やっぱり同じような感じでね。あ、そうそう、タールベルクもそうなんですよ。近藤さんも実はそうなんですけど、まあ、タールベルクと近藤さんの打ち手っておかしいんだけど、あのその一番出すときに、やっぱこっちとしても外したくないんですよね。これ外したら痛いってことなんで、黒鍵がやっぱ来るんですよね。結構奥に。黒鍵って絶対外れないんですよね。なので、この先ほどのゴドウスキーの技術を飛躍的に上げたっていうのも、黒鍵の作業がものすごくうまいんですよ。まあ、例えば、まあ、それ両手でもそうで、ラカンパデラとか、あれもし発見だったら、もうちょっとやりたくないっていうのは、黒鍵でね、やるので、あれは当たるっていう。そういったことがね、結構近藤さん、意識されてるかどうか分かんないけど、結構ね、要所要所で、ここって時に黒鍵使われてるんですよ。演奏者が当たると。作り方も黒鍵っていう。うまい。あの人はピアニストだからね。あとね、本当にうまいピアニストになってくると、まあ、特に両手がそうなんですけど、電気落とされても弾けんですよ。なんでかっていうと、この黒鍵を触覚でこうまさぐりながら弾いてるので、大体それ弾けちゃうんですよ。だから逆にね、その黒鍵をうまく使うっていうのは本当に僕たちがするとすごいありがたいっちゃありがたい。もちろん発見です全然いいんですけれどもそういったことありますね。例えば今の近藤さんの楽譜、本当はこの楽譜も本当に久しぶりに、どれくらいぶりなの、半年ぶりくらいか。でもちょっと弾いてます、その前はね、うん、でもそれぐらい結構簡単にパッと出せるような指が覚えてるっていうか、そういうところがあるんですね。弾きやすい。いや、あの特徴が、あと左手の特徴が、あの音色が、ピアノって高音域と低音と中間音色、各オクターブにすごい音色の違いがあるんですけど、あの両手を常に鳴らしてると、低音がマスクされると。あ、そうすると、あの裸の方が低音なんかこう激しい怖い音がするし、まあ言ったら合奏の中で言うよりも、あの裸のクラリネットの方がシャロモとか、はい、音域による違いがすごく見えますよね、うん、音楽の中にいるより。そうですね、やっぱ低域、まあ、この太くて長い弦が単独でこの楽器を響かせた時というのは、独特のなんかこの深いっていうか沈み込むようなと言いたいんですかね。あまりなんか両手の曲でここまで、まあ、近藤さんのさっきなら特にそうですけど、低音域弾いた時に音量よりもっとこう、もっと質感が感じられるんですよね。なんていうかな、各音域の音の鳴り方と、それからピアノってこう低音ってこうちょっと他にないこうティンパニーの硬い場所だったらティンパニーみたいな、なんかこう強烈さがあるじゃないですか。だけど低音がドーンと鳴ってる時に、例えば各音域に広くハーモニーがあった場合、低音が相当強くなってても飛び出さなくて、ま、全体がマイルドになるじゃないですか。あのブラウスのピアノの曲だったら低音が相当低いところになってるのに、上がちゃんと3度の和音がダーッと重なってるから響くんですね、全体がマイルドになる。そうなりますね。で、結構強くやってるのにマイルドになるんだけど、でもところが、あのリストなんかは、あの 上を外してかえって怖いところ、当然だみたいな、怖いところは、あの結構下の方だけ裸に出すじゃないですか。そうするとあのピアノの怖い音が出る。ああいうこう、あのカバーしないっていうところがかえって、凄みが出るんですよね。と、まあ、やっぱりこう、鳴ってる間にこう、交互になると、その、一つの楽器がやってるというよりも、低音と真ん中と高音と、聞き分けると、こう、3つも違う楽器が3つやってるようなアンサンブル。まあ、それこそ先ほど言ったような感じで、このピアノの楽器の性能というのをフルに活かしてるなって気がするんですよね。やっぱりあのピアノ音楽っていうと、うん、あのやっぱりこれって1個鳴らしたらずっと鳴ってるじゃないですか、うんうん、だけどこれ残響が少ないと、まあ、古典派からシルベットぐらいのみたいなと、うん、あのすごく和音を叩きつけるか、うん、アルベッティでずっと鳴ってるかしないとくっつきれるというなんか多分シルベットのよう相当音がすぐ切れるピアノを使ってたんじゃないかなと気持ちが強くて。そう、だから逆に言うと、この近代、先ほどの、あの映像というか、まあ、このパワポで見せした
まあ、第一次世界大戦あの辺りに楽器が完成されたので、このペダルがなかったら左手のピアノ音楽というのは成り立たなかったんですね。だから運がいいっちゃ運がいいんですよね。本当に、うん、あ、さっきあの北留先生の演奏を流したあれが100年前のピアノなんですよ。あの1924年の日本ピアノサービスのね、素晴らしいスタートなんですけど、あとね、もう一つはね、そのやっぱりこの1音にみんなのこう緊張が目が集中する。そうですね、ね、来るぞ来るぞみたいな、うん、もうあのバンバン花火が上がってるのと、うん、あの先方花火最後一ポツポツンっていう時の、そうですね、これの初演の時なんて弾いてるうちに、まあもちろん震災をねあのテーマにした楽曲だっていうのもあると思うんですけど、弾いてるうちになんかお客さんいるのかなってぐらいものすごい静けさの中で演奏する。これでもね、あの初演だけじゃなくても何回かそういうところは弾き方でそうじゃないと なかった感覚だなとは思いますね。なんか音が少ないからお客さんがどんどん静かになって、うん、かもしれないですね。あこれ雪よりももう一つ前の祈りの方が、うん、あの運命の祈りの方が、ねうん、さらに音が少なくて、まあまあね、そうですね、うん、そうなるともうお客さんに本当にこうね、みんなあの一番ピアニストとして静かにじっとやかっていうところになるので、舞台上ってあの客席って一番音が聞こえるように思われるんですけど、実は舞台上ってお客さんの方が全部聞こえるんですよ。すっごい細かく聞こえるんですよ。だからちょっとでもざわつくすぐ終わるんです、静かになってもこうチーンと鳴らす。ああ、そうですね。あのやっぱりこう両手で音があると、うん、一音に関する集中度、うんうん、あのラフマイン君のバーッとある中でいくと一音に対する集中でやっぱり下がってくるので、うんうん、あ、そうですね、うん、先ほど言ったね、ピアノっていうのは大体さっき僕の今演奏してた感じでキュッとこう絞られるような、そういったピアニッシュ良さですよね、ピアニッシュ。あの木内さんの特徴ですけど、この音が少ない時にこうよくピアニッシュまでこう一旦のボトンみたいな時あの時のね、こうあのお客さんをその指一点に引き込んで、でも確かに言われますよね。何て言うかな、能楽師とか、ああいった人でこう、あの次どう動くのかなみたいな、ひょっとこう人動作っていうやつにこう、みんな集中させる、あの集中させるね、何て言うかな、かまし方というか、お客さんへのね、あの発展のかまし方というか、発展じゃないけど、なんかね、こう、あの行くぞ行くぞ行くぞっていう感じが、あれ集中してるんだね。あれはすごいです。そうそう、まあ、技術的な話にはなってしまうんですけど、指って第三関節から動かすんです。ここは最初の動きができるんですけど、この動きに集中するんです。それがもう見えるんじゃないですか。いや、なんかね、面白い体験があって、これの次に書いたやつが、人のミスだとってあるんです。はいはい、であれ一生進め、はい、で、A の音を単音で1個鳴らすだけ で、 です、ね、カーンと鳴らすだけで、何もないことはないんですけど、その最初にカーンって言っただけで、お客さん見たらもうみんな感動してるんですよ。いや、僕あれ全音1個しか書いてないんだけど、なんかその辺のね、集中度っていうかね、ほんでピアノの減衰していこうと、ここまで聞き届けるって普通なくて、どうしても次の音がかぶさってくる。なんかピアノの音のこう打撃した時って意外と苦った音がしてて、それからだん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 透明な音になっていって、鐘ゴーンとなった瞬間と、コーンとあの味わいから鳴り続けて、鳴り続けてるほどだん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 透明になっていくじゃないですか。あの透明度が上がっていくところにまで行く前に、普通のピアノ曲って次の音が入っちゃうんですよ。これ左のピアノだとこう減衰する音が、減衰していくところのそれが意識に入れて中へ他の音をポツッと入れる、そうですね。ただこれあれですよね、普通のピアニストは手が震えるって言いますよ。ピアニスト、本当ピアニストが入るね、こういうことになる。すごいこう空間性が出しやすいとか、空間性なんか両手より少ないのに、何か両手を読ませるのはすごい得意ですね。まあ、あとは、まあ、ちょっと特殊なことだとかに何ができるかとかいうあ、はい、そうですね、まあまあ、いろいろあると思うんですけど、基本的に真ん
下がってたらあんまり使わないんですよ、あの音を伸ばしてるっていうのが。あのまあいろんな理由はあるんですけれども、そうですね、たまにあの指示はあったりはするんですけれども、そんなにこう作曲家だからとか思うような効果があんまり出せないってことが結構多くて、あの、まあ、一応このこういうになってますって感じで、まあ、弾いたりするんですけど、なんか物足りなさそうなあのこと言われることがありますね。ちょっとでもそれはそれでちょっと開発地味でまた違う技術が生まれるかもしれないですけど、ペダリングに関してはそういうことかな。あとまあペダルに関してなんですけど、そう真ん中のペダルもそうなんですけど、やっぱ楽器による差っていうのはすごくあるんですよ。特にスタンウェイがすごい独特なペダリングで、ちょっと置くだけでカクンって下がってもそこからペダルが効いちゃってるんですけども、でもそこに置いといた状態で弾くことっていうのは結構あるんです。そうすることで、ね、楽器を薄く響いたりはするんで、まああのそういう技術とかもね結構ピアニストって持ってたりするので、まあ、できればペダルのあたりっていうのはもちろん指定していただいて全然いいと思うんですけども、あのなるべく任せていただいた方がいろんなピアノでいい結果が出しやすいかなとは思います。特に片手の場合はすごくシビアにそれが出ちゃうので、なんかあのペダルが踏みまくりっていうところね。そうです、まあ、外すこともね、まあ、外すところは外しますよね、スタッカーとかね。止めた瞬間にこう、止まった時にハッとする感じで逆になってるんですよね。確かに、マイナスのね、音楽でね、こうだんだんペダルどこで上げるかっていうのがすごいはっきりしてます。そうですね、今さっきの楽曲で言うと、今度その作品で言うと、ペダルって濁った状態がだんだんこう澄んだ音にしていくと、あのなんかこうスポットライトみたいなのがぐーっと絞られるような効果で出せると思うんですけれども、最初はずっと濁ってるんですよ。3回4回同じ線に伝えてきて、で3回目ぐらいのところで印象的なところで踏み替えてるんですよ。実はそこでこうギュッてこう一気にこう濃縮度で濃度が上がるというか、もうお客さんなんかそこに反応する人は独特の効果がありますね。そうですごく音が鳴っているのが意識されて聞こえるので、それをこうペダルを上げることで、ピッと止まった感じ、ボーンとなってて、ピッと、あのちょうどあのビブラフォンをバーンと鳴らして、で手で押さえてパッと止める、あの金属系で打楽器を止める瞬間、あれが出せますよね、光のピアノですごく。でも本当なんかペダルに関しては、まあ、学語的な方が嬉しいかもしれないですね。あのきちっとこうなんか数学的に考えるよりも、まだもちろんそれは自由だと思います。止めるとこない、そこない、そこないって感じね。まあだから8時ぐらいだったんで、ちょうどこれぐらいのところで、なんかじゃあ質問とか何かありましたら。まあこれなんとなく答えは分かってるんですけども、右手のピアノの曲ってのはないですか？そうですね、いくつか理由はあるんですけど、まあ、もちろん和声的に下からこう上がっていく方が安定感が出るとか、そういうのももちろんあったりするんです。右手だけでこう弾くとやっぱりまずすごく最初の5分ぐらいんですけども、だんだん疲れてくるんですよね。あのこれはもちろんいろんな奏法とか楽曲によってまだ開発される部分だとは思うんですけども、今現在右手だけで演奏したものっていうのはやっぱちょっと技巧的なものが多いかな。だからまあ、腕をね怪我しても、まあ、左手が残ってればまだ増えていくと、右手だけ残ってるとちょっと難しいですね。じゃあそこら辺がちょっと説明します。先ほどあの左手のピアニストで、まあ、上の方にも曲調性ディストニア結構多くあったと思うんですけど、脳梗塞も少ないですね、数から言うと。立野さんが脳梗塞、脳出血だったんですけども、実際は局所性ディストニアの方が多いんですが、まあ、その局所性ディストニアや、まあ、検証も含めてそっちの方でちょっと説明させていただきますけども、基本的にピアニストはどっちかの手に障害が出た時、まあ、治していった時に、要するに両手復帰をするっていった時に、まあ、僕たち右手の場合っていうのは、まあコンサートのメインデパートを考えたらショパンとかベートーベンとかモーツァルトとかあそこら辺が弾けないとまずいんですよね。でそうした時にあの楽曲たちって右がめちゃくちゃ早く動くのじゃないですか。それに対して左まあぶんちゃったとは言いませんが、まあ、それに近い感じなんですよね。でそれを見るとコンサートピアニストに復帰するためには右手がやられるよりも左手がやられてる人の方が復帰しやすいんですよ。
だから実は右手だけが残った人って脳梗塞とはまた違うんですけども、はい、怪我とか、まあ、さっきの局所性ディストニアだと特にそうなんですが両手復帰してるんですね、うん、左手の人はもうちょっと復帰ができないっていう。なので、まあ、ある意味この排水の陣みたいな感じで新しいのに行ってしまえみたいなところがまず一つにあるっていうのがありますね。そういった理由は結構大きくあるんじゃないかと思います。まあ、あのそれはすごい別にもう一つ理由があって、やっぱり左手、あの誰のために書くかっていう問題が、それも大きいですね。だからたまたまビトルゲンシュタインがいて、舘野さんがいて、知念さんがいて、この3人が左手、うん、右手が残ったのはね、ちょっとさっきそこに書いたのシビル・スミスってのがいたんですよ。彼すごい優秀で、すごいイギリスに留学した方がみんな知ってるようなあの方なんですけども、その方最後に3種になるんですよ。脳梗塞で倒れて、それに右だけ残ったんですけども、で奥さんもすごいピアニストで、でデュオやってたんですけど、その夫婦愛で最後旦那さん右手で三種っていう形で行ったことも、でも彼ぐらい、あとオスカー・ピーターソンの方が右が残ったらしいんですけど、でもやっぱやんなかったとか、なんでなんかちょっとわからないんですけどね。だからそこら辺が誰かあのすごい有名なでむちゃくちゃ弾ける人で、うん、でなんかミトリエンシュタインぐらい、うん、あのお金持ちなあの有名ピアニストが誰か、うん、左手がディストニアになって右手だけになって、うん、だいたい半々いるんですよ。局所性ディストニア、左と右両体と同じぐらい、前の両手でしょもいるんですけど、だからね、本当ゴドウスキーも良かった。でもゴドウスキーがあれだけあむちゃくちゃ左、あのものすごい超絶技巧の絵を描いてくれたので、その次のリトゲンシュタインの世代が移植した時も結構ラベルがあんなようなめちゃくちゃ描きまくっても大丈夫だった。だから右に関してはそのサンプルが確かに、うん、だから誰かが移植っていうのがないなかったんですね。ないし、そうで、そう脳梗塞な、あのどうしても若い人が多いんですよ、局所性ディストニアと。に対して脳梗塞の方がある程度年齢いってる人が多いので、そこらもちょっと関係してくるかもしれないですね。もちろんね、右手を持ってやるでしょ、これが出てきそうな、うん、右手でか、またそれもまた手の形が考えたら、そう、一回ドイツに取材に行ったことがあって、右左を反転させたピアノっていうのを作ってる人がいて、うん、でそれだったら右手で左手の曲が聴けるって喜んでる人いましたけどねあのインターネットじゃ出てきますね。でもまあ運が良かったのと思います。やっぱりあの結局はピアノも完成されたっていうのはやっぱ左側に弾くよりもあったっていうのも、まあ、それも運が良かったと思いますね。でもまあね、いい音が親指っていう利点がもしかしたらうまく使った技法っていうのはできるかもしれない。あ、右手ね、うん、そうそうそう、右手の人の場合は、ね、そうそう、あの、うん、右は大体両手と同じことなんで、低音が親指でやっといて、あの他の弱い指でそれを装着するとかね、うん、でも座り方としてもこっち側に座らないとやっぱり難しいと思うんですよね。そうか、まあ、そういう技法はまたアマチュアの方はやっぱりもっと半々なので、あのさっきやってるコンクールのアマチュア部門は片手って言ってるので、ね、右半身の方ももちろんいらっしゃるんですね。彼らは彼らであの編曲したりとかね、まあ、だからまあ彼らの字で欲しいっていうのが出てきたらまた右手のいますけどね、いますけどね、聞かせてくれる気はしますよ、ね、うん、作曲者と演奏者のなんていうのか距離感って言ったらいいんですかね特にアマチュアの方とねっていうのはなかなか狭まるな交流の会もね、なかなかこういう会もなかなかない。それってのピアノの世界ではものすごい作曲家とこう近いですよね。今は本当に近いですもんね。本来でも左手のんではこのワンハンドでもなんかあのアマチュア用にアマチュアが切るような曲になるかも。あ、そうですね。あの学生さんとかもね含めてみんなでやってますね。中的に中級ぐらいのやつも見てくれたり、うん、まああの近いところね、課題曲で書いた曲も、うん、みんな聞いてね。言いますね、うん、すごい喜んでますね。彼らはやっぱり、どうしても欲しいっていう、どうしてもっていうのが作るんですよ。だから普通の移植とちょっと違うところかもしれないですね。両手の曲を両手のピアニストに渡したときに、ショパンとかで今忙しいんですけどっていうか、あの冷たい感じがないっていうのはすごい。多分ね、あの僕たちの場合は本当に、まあ、すごく欲してる。やっぱり需要があるところを狙っていくっていうのは
作曲してもらったりとか。あ、でもそうかもしれないです。すみません。あ、はい、どうぞ。ちょっと追加で、ちょっと質問させていただいてもよろしいでしょうか。はい、一つ目はあのペダルのことなんですけど、ペダルがすごく重要だっていうのはすごく分かったんですけど、でそれだけペダルが重要でペダルをよく使うっていうことになると、反対にその全くペダルを使わない部分とかをうまくあの設定して、うまくそういうふうに使えれば、これは多分印象的になるかもしれないというふうに思ったんですけど、その全くペダルを使わないときに、まあ、普通の、まあ、両手だったら、まあ、いけるかもしれないけど、左手だけだったらこういうところに気をつけてほしいっていうのがあれば教えていただきたいっていうのが一つと、もう一つはこのレジュメを使って大体お話されてたと思うんですけど、ちょっとあの例えば2ページ目の話とかってあんまりお話しなかったと思うのと、1ページ目のあの指使いと音形の使い方っていうのは、今 の近藤さんの曲の話でちょっと触れられてましたけど、その辺のお話があんまりなかったので、できれば一言だけでも聞きたいなという分かりましたあのペダルを使うメリットって言えば、僕特に僕なんですけど、あのよく水墨画みたいとか言うんですよ。あ、そういう膨らんで縮むみたいな、そういうところがある、そういう縮んだところにその単音というのが来るっていう、そういう位置づけで僕はいつも聞いていたりするんですけども、まあまあ本当やり方、あの作曲者によっていろいろ変わると思います。それはただ僕自身は演奏する時とそういう膨らんでるところと、まあ、一番縮んでるところと意識します。で、あと先ほどのブラームスのシャコンヌのちょっと例を少し出しましたけど、まあ、響かない音でこう単音で弾くって、それはそれでその表現力ってあると思うんですけども、あのやりやすい方法としてはこれはただ単に演奏者からなんですけど、シャコンヌ舞曲じゃないですか。でそのコンテンツの舞曲みたいなものがあると、いくら音が少なくなると何しようと充実して聞こえてるっていうのもあります。まあ、もちろん充実だけが素晴らしいものではないと思うんですけど、まあ、一つのちょっとあのアイデアとしてはい、それであれですね、ブラッカーですね、これですね、はい基本的に同時に出せるのは5音ぐらいまで、まあ、これはもうシンプルですけれども、あの、まあ、もちろんちょっと出したりとかして少し出せますけど、だいたい5音が基本になってきます。で、あと、まあ、重心をかけるのは一応これあれですね、ピアノの機構のことになっちゃうんですけども、基本的にやっぱ打楽器なので、重心をこうかけて演奏するんですね。腕力でやるっていうよりは落下のこの重さっていうのを使って演奏する。で、特に左手ってやっぱり負担が大きくなりやすいので、やっぱりそういういかにこの、まあ、脱力をして弾く、まあ、要するに重力で弾く、もしくは打楽器、まあ、打楽器的に弾く、そういうことを意識するんですけれども、まあ、シンプルに言うとですね、落とした時に1本の指っていうのは、そのこの重さが全部1音にかかるんですよ。で、これが2音強調した場合っていうのは分割されるんですよ。あの鍵盤ハーモニカと一緒ですね。4音弾くとすごい苦しいみたいな、あれと同じようなことがあって、足りないと何をするのかっていうと、グッと押し込むんですよ、やっぱり。で、そうするとやっぱ負担がすごく大きくなってしまうってなって、だから、まあ、例えばプロコとかラフマイノフとかでも、うまい奏者になると1音だけなんですよ、出すと同時に。あとは添えるだけで、その倍音じゃないんですけど、うまく響いてくるっていうのをよくやったりするんで、で特にそれは両手よりも片手の方がもっと分かりやすくてっていうのもあります。なので、重要な音、たまにね、この現代曲やるときにどうしても3音同時に均等にピチッと出してって言われてやるんですけど、結構負担がクッてかかるんですよ、衝突したような感じ。まあ、それはそれで衝突音、ベートーベンの中でよくありますし、あれはあれで表現だと思うんですけど、それがずっと続くとちょっとしんどいかなっていうのはあります。あとあれですね、レガートは指ではなくてペダルを使うことになる。これもね、まあ、レガート奏法ですね。レガート奏法って、まあ、基本的にはこの鍵盤の下、まあ、この同時に下に下がってる状態、これオーバーラッピングしてる状態ですね。これが、まあ、レガートになるんですけれども、ここでいうレガートって何かっていうと、このこうくぐらせるとき、ここですね、ここでやってみると分かるんですけど、こうなるじゃないですか。これって手に力が入るんですよ、すでに。なので、まあ、これドイツのマーソピアニストなんかも全員そうなんですけど、このまま移動させる、くぐらせない。なので基本的にはあんまりこの指レガートっていうのを使わないんですよ。まあ、そういうことです。ペダルを必ずレガートの時には使う。
でそれはあの全部スタッカートという時はもちろん使えますし、あとはこのくぐらせる時に切れるのでどう使うとか、そういったあのことが書いてありますね。あと何だろう、和音などもできるだけ早く鍵盤から、早く鍵盤を離したい、ペダル使用が望ましい。そうですね、これは例えばですね、聞きますね、ブラームスのシャコンヌなんかは分かりやすいんですけども、ちょっとこれ一つあのあと基本的にピアノを弾いていてあのストレスがかかるときって何かっていうと単純なんですけど、ピアノに触ってる時間なんですよ。これが短いから短いほど楽なんですよ。やっぱ打楽器なので、打楽器って基本的にベッて押したりしないじゃないですか、まあ、あれと同じようなことなんですが、これ押すとやっぱピアノの鳴りって悪くなるんです。なるべく早く話すとかそれもいいですね。ちょっと今やりますね。例えばブラームスのシャコンヌの最初の、まあ、これって始まりなんですけど、これをつけたままでやるとこういう感じなんですね。これ今押し込んだ状態でやってるんですけど、まあ、今ペダルも使ってましたけど、今このすぐに話したいっていうのはこういう感じです。これはね、まあ、特にフォルテの場合はそうなんですけども、今音量も結構変わったと思うんですけどね、和音、今このレファラーってやってる時ってこの伸ばした分だけこう押し込んでるとか、もしキープしてるんで、やっぱその分だけやっぱ負担かかってるんですけど、2回目でこう外した時っていうのは瞬時にこう力が抜けてるので、もうその瞬間にも力が抜けてるんですよ。なのでフォルテがいくら続いても大丈夫なんですけど、さっきの押したまま、あれ結構長いんですよ。 1ページしかフォルテが続くんで、 1ページだけか3、4、3か続くんですけども、そこまで引いたら大体手が壊れる検証になる可能性が高くなるのと、あとはまあ、1曲を引き通せない可能性も出てくるっていう、ね、そういうちょっと物理的なというか、まあ、手の構造上の問題というか、そういうのがあります。これ裏側のことですね。すいません、これ多分ね、ピアノの技法というか、両手でも全く同じことではあると思うんですけども、ね、そんなに触れていなかったですね。今の問題関係してるんですけど、はい、あのやっぱりその片手でよく弾かれるということで、長期間になるということは、はい、両手のピアニスト、失礼ですけども、ピアニストよりも体力的な、筋力的な負担の分かりやすいわけですか？そうですね、そうですね、かかりやすいというか、無理な動きをしたときに、両手のピアニスよりも強くかかってくるっていうのが正しいかもしれないですね。例えば今の和音もそうなんですけれども、両手の場合っていうのは、なんだかんだ言って、まあ、どんな楽曲でもなんですけども、どっか休んでるとか、ぐんちゃっちゃときに、どっかいくら難しいって言っても、まあ休んでるんですよね。で、そこで回復するんです。だから両手のピアニストの人たちっていうのは、そんなにこの力を脱力って言ってる割にはあんまりやってないんですよ、僕から見ると。脱力っていうのは力を抜くことではなくて、力を抜いた上でこの関節をうまく動かしやすくっていう技術なので、そこを勉強しなきゃいけないんですが、まあ、なのでそういった脱力的な技術があった場合っていうのは、両手のピアニストとまた変わらないぐらい弾けます。ただ無理な演奏方法とかしている場合は、両手のピアニストよりも持続力は短くなる。それだけになります、ね。先ほどの腰をこう曲げる曲げないもそうなんですけども、一回一回こうやって曲げてた場合、格好を教えられてしまったりとかもしますね。大丈夫ですか？何かありました？ですかね。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。